共同組合連合会日本専門展開連盟は事業共同組合を会員とする共同組合連合会の一つである。通称共同組合非宣伝。日宣伝のロゴマーク画像は1世代前の物法人としての設立は1952年であるが前身である全日本専門展開連盟は1936年に結成している。地区連合会に分け、 その下部に地区連合支部、さらにその下に各地の共同組合組織の会員である専門展開が置かれる。地場商店の結びつきから非宣伝単会へ発展する構造のため、総合スーパーや量販店の進出が遅れ、商店会にプレゼンスのあった地方では1990年代前半までに発足した単会組織が多く存在するが、首都圏や近畿では単会が、 公害都市など限定的に存在している地域が多く、地域によって馴染み深さに差がある。主な事業としては、単会において会員証転換の連携を図る活動のほか、ある程度の業用がある。単会では、地域の消費者を対象に、共同組合費宣伝の関連団体である、株式会社費宣伝と提携し、日宣伝ブランドの国際クレジットカードの事業を、 行っている。単会の一部では、日鮮連ギフトカードの発行、旅行代理店業務を行っているところがある。しかしながら、商店街、商店会の衰退や、日鮮連カードのグレーゾーン金利での、キャッシング収益に依存していた、単会では、収益が悪化し、法的整理により事業継続を断念したり、クレジットカード部門のみ閉鎖するところも出始めている。 会員の数は2020年5月現在で次の通りである。北海道地区連合会東北地区連合会首都圏、地区連合会中央地区連合会西日本地区連合会参助会員。ありがとうございます。